はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。今ね、8月4日の9時27分、夜の9時27分なんですけども、限定宝箱ね、あと2分のとこまで来てます。もう今リアルタイムで回してるので、回してるというのは動画をね、動画を回してますので、僕今3950ポイントで24位なんですけども、もうね、今回はね30位を狙おうと思ってまして、まあチャンスがあったら20位以内は狙おうかなと思ったんですが、今見たところも最低でもね5回回さなあかんから、まあ、ちょっとコストがねかかるということで、今回はもう諦めじゃないんですけどね、まあ、30位以内を狙っていこうと思ってます。さあどうなるかね。でもうちのサークルメンバーの人もね結構上位の人がいるので、8位って言ってますね、カズさんで、ソラティオンさんも、天井付近って言ってたから結構あれですね、回ってるって感じですね。いやーどうなるか、今あと1分半ですね。さあチャット打っておきましょうか。ドキドキ、うん、あと、1分半。やっぱこのねランキングに入るのがすごいでかいですね。キャラ本体が破片70枚に変わるから、まあ、やっぱりランキングを狙った方がいいですよね、このオークションガチャっていうのは。さああと1分切ろうとしてます。僕は今、現在25位、まあいけそうですね。うん、多分30位は入れますね。まあ最悪2回ぐらいは回すつもりなんで、一応今のとこは放置してますけど、どうかな。3900ポイント。さあここがでもね本当ドキドキしますよね。まあ、前回は天井やったんで、チャンコハン天井やったんで、だからランキングもね確か何倍だったかな、8位ぐらいいけたはずですね前回は。今回は3900ポイントなんで、8位とか無理やけどね。ただ何やかんや言うてやっぱ牧島最後の方回ってますね。今日最終日で下が3400まで来てるんで、まあ、思ってたより回ったって感じかな。お、言うてる間にあと30秒。さあどうなるか。うちのサーメンの人もね、ソラさん何位なんかな、ちょっと何位かわからないけど、あと20秒ですね。僕は今現在25位。一応これ把握しとかないと、今400ポイント差で25位なんで、ここが 下の方が上がってきたらやばいんでね、今まだ25位。さあこのまま逃げ切るのか、逃げ切るのか、更新しまくってるが、あと10秒。9、8、7、6、やめろ、そのままストップ3、2、いけるね、よし来たー、ゴール。ねだから25位になりましたね。20位狙おう思ってたら多分ね、6回ぐらい回さなあかんかったから、まあこのままでよかったかな。2位と3位が結構動いてますね。2位と3位が割と動いてたんで、1位の人は1万ポイント超えてるんですが、2位3位は動いてたんで、結構争ってたって感じかな。僕はな、回さずに、25位に入りましたね。お、10位以内来たって言ってるね、カズさん。おめでとう。いいね。俺何やったかな、25位でフィニッシュです。よし、これでメールに来てるんですよね、メールに、これかな。おお、いいね。これ破片10枚プラスこの本体取れるから、これで、お、これが70枚で合計80枚取れたんで、まあ本当にコストはいいっすよね。だから結局39回で引いてるから、そうですよね、だいぶ2万ダイヤぐらいで、本体プラス破片プラス80枚引けたんで、今回のマキシマガチャはね僕にとっては結構良かったかなって思いますね。うん、まあ紙引きしてたらしてたでダイヤはかからない分このランキングで入れないからね、まあそういう意味ではやっぱギリギリ30位狙えるぐらいが結構いいんじゃないかと思ってます。いやこれから楽しみですね。しかし牧島昨日もね結構、育てまして、もうほぼ仕上がってはきたんですけど、あと武器と宿命ですね。宿命はもうでも当分の間は諦めなあかんからね、このメイテン君ぐらいは取ろうかなと思ってるんですけど、まあクーラー系だし両方取るのはちょっときついんで、まあ諦めに近い感じかな。であとは武器が来て、どうなっていくのかっていうところですね。では使命にね牧島もう一回戦ってね終わりましょうかね。牧島ねやっぱ硬いですね。武器はないんですけどやっぱ硬さとしてはねマジで硬いって思ってますね。ラルフと変えて
まあ、そこまで武器なかったら変わらんのじゃないかと、ね、思ってたんですが、僕の考えはね、浅はかやったですね。マキシマは硬いラルフより余裕で硬いし、やっぱダメージカットが効いてるんで、めちゃめちゃ活躍してくれてますね。もうすでにあのラルフと変えただけですでにもう活躍してるので、こっから武器が来たらね、どえらいことになってくるんで、まあ、本当にね、武器が楽しみなキャラであります。じゃあどうしようかな。もう横にフリーダムさんいるんでね、久々に行きましょうかね。2位の方フリーダムさん、最近多分動画も出してないんで、動画もねフリーダムさんと戦ってないんで行きましょうか。メンバーがねこんな感じで、僕と見比べてみたら全然違うっすね、メンバー、多分水地以外は違いますもんね。これってなかなか珍しいけど、あのアリーナの中では水地以外が全然、違うキャラっていうのは編成的に珍しいですよね。なんで、まあ、フリーダムさんはねイケメン美女が好きな感じやと思うので僕みたいなむさ苦しいキャラは使いたくないっていうね多分タイプなんで、見るからにこのね美男美女ファンが、いますねチームに。さあではフリーダムさん一発勝負で行かせてもらいます。さあ挑戦をしました、マキシマ、マキシマがどんなガチガチで、戦ってくれるのか楽しみですね。さあ先制は取られている、白夜無双ですね、メイティン君いますね。ただメイティン君星5やったんで、多分ね今後外す予定なんかな、あんまり育ててないですよね。さあクーラー、グレーシャリッジは氷確定からの、おお、クーラー出してクーラーのストライカーも出てきますね。さあフリーズエクスキューションから窓枯れ、全体攻撃が続きます。さあ S マックスハイパーチェンドライブ、後半に来るのは非常にありがたい、これは非常にありがたい。さあ来たよオーディオロン、アテナはやばいか、アテナ踏ん張り使ってしまいそう。これからのロックは、ロックはショターン打ってこない、危ないね。ショターンに打ってきたらえらいことになるけどねこれ。いやーやっぱ火力高いね、このフリーダムさんのチームはやっぱ攻撃的なメンバーが多いんで、早速もう後半がね一発目やられてますね。ただあのショターンなんであれ入らない、攻守交代は入らない。さあ鉄球分回してメイティン君を分回していく。さあ桜メッセで防御上げてきたよ、アタミクレイザーファイナルフォーメーション。うん、怒り回復、怒りダウン入ってないですね、ショターンなんでね。やっぱ怒りダウンが入らないキャラにあの必殺打つのは結構ね弱点でもあるかなって思ってます。怒り吸収できないからね。さあアテナが回復入れて、水地は丸から打っていく、スキル全キャラ出てますね。さあ後半鉄球分回し、ミサイルキャノン、小乱脚いいね。このアテナはでもね今思ったんですけど、今というかねマキシマを入れてから改めて思ったんですけど、やっぱね回復役として非常に、役割が強いね。僕のこの防御寄りのチームには特にこの回復役っていうのは重要なんで、まあアテナね見た目はそんな好きじゃないんですが、やっぱ回復役としてはすごい頼もしいんでね、ちょっとその辺でねまた考えも変わってきてるんですよね。だからアテナを外したくないっていう気持ちもねあります。回復っていうのは非常に重要やなと感じてます。さあデュオロンがまがまがしいオーラを出しまくっていく。さあクーラースライダーシュート、手出しはスキル出ない、ロックは出ましたね、バーンナックル、バーンナックルみたいなスキル、あれはあれですね、テリー譲りの必殺技ですね。さあ闇洞窟打ってマックス鉄球大暴走、水地に向かって鉄球をぶん回すがシールドありますね。さあ鬼神撃、メイディン君起きろ、ね、寝てる場合ちゃうぞさあウェイキングブラッドでビターンしてメイディン君、さすがに起きるか。メイディン君は4回ぐらい殴られるまで起きひんかったか、なんかそんな感じやったかな、この自分が寝てる場合はね。うん、あ倒した、誰倒した、あ水地か、水地倒して多分復活が入ってますね。さあ白夜無双、睡眠したのはマキシマ。さあここ熱出スタイル強化打ってくるが、マキシマは持続ダメージも怖いから火傷も食らわないですね。グレーシアリッジは後半に来る。さあこの後半は凍るのかな、氷漬けにされている。僕のあのコスプレで使った鉄球と、ま、全く同じ色ですね、この水色のね美しい色の、鉄球。さあここは後半やられたから攻守交代入りますよ。めちゃくちゃいいやられ方しましたね今、これが本当にベストのやられ方。デュオロンとロックに打たす前に攻守交代入るっていうね、本当にチャン後半の一番いやらしい感じのね能力ですね。ここはここは鬼神撃もメイティン君に向かってぶつけていく。メイティン君が踏ん張り入りまくってますね。さあ最高メドレー打って、アウェイキングブラッド来た。さあ虜にして差し上げます、めちゃくちゃ減るいやマチはちょっとえぐいね、今のダメージはちょっと笑うしかないぐらいのダメージ、2800万ぐらい入ってましたね。で、K ダッシュとメイティン君倒しましたよ。 S マックスフリーズコンプレーション、お元祖クーラーの方、さあ元祖クーラーの方、僕があのアーケードで使ってた方のクーラーですね。こっちはこの14の方は知らないですけどね、さあ来たフリーズエクスキューション、
うん、ノーブルブラン打って、さあ来たよ、初めてじゃない、ロック。ロック、ここに来て初めて必殺打ってきた。やっぱロックはね、最初のターンに打たないと、結構、そのポテンシャルを生かしきれへんなっていうね、そんな印象もありますね。火力はすごい高いんですけど、やっぱその状態上無効にさっさとなってしまわないと、怒り下げされ続けたりするとしんどいんで、まあ、その辺が結構ね、むずがゆいというか、使ってる側としては多分ね、歯がゆい部分もあるんじゃないでしょうかね。さあ、マキシマはクーラーを蹴散らしていく。奇進撃、デュオロンに向かっていくが、デュオロンはシールドが張ってます。さあ、風神武器、これ単体に向かってなんで、単体技になってます。おー、ゲニ軽く出しますね。やっぱ僕、ゲニ好きで育ててるので、結構その効果が出てるのかなと思います。さあ、ビターンしていく。ロックは踏ん張り入ってます。一球分回して、マキシマスキル、マキシマプレスですね。さあ、ワンヒョウからのスキル出まくってます。デスローは出ている。さあ、ここクーラが、帰ってきましたね。Smax、グレーシアリッジ。さあ、氷になるのか。さあ、アクアブルーの鉄球になるのか。アクアブルーの鉄球になって、ここはマガマガシオーラを出していく、デュオロン。ゲニはやられますね。さあ、ロックは2発目の必殺を打ちますね。これは来たー、これが怖い、めちゃくちゃ減る。ただマキシマはダメージカットがあるので、ロックの必殺も一撃では死なない。さあ、マキシマ凍ってますが、これは水地で解除できるかな。鉄球大暴走はクーラーに向かって、シールドを剥がしに行く。さあ、奇進撃もクーラーに行くんじゃない、これは。あ、デュオロンか。強烈のデュオロンに飛んでいって、奇進撃からのエリザベート、いいね。エトワール・ヒラントが結構ダメージ取ってくれるので、あ、電池がない。さあ、電池が 10% になりましたが、水地は頑張ってます。サイスマックス、アイキングブラッドでビターンでまだ決まらない。ロックが踏ん張っている。鉄球ブンブン回して、マキシマプレス、お、ロック倒しました。さあ、デュオロン一体になっている。ゲーム音量壁、うお、クリティカル出てるが、シールドかな、これは。あんまり減ってないですね。さあ、クリティカルが出ましたが、マキシマが HP 満タンある。この6ターンになってもやっぱね、ガチガチっすね、本当に。全然この硬さで言ったら、本当にラルフの3倍ぐらいね、硬い気してるけど、まあ、本当マキシマ取ってよかったなと思います。フリーダムさんね、対戦の方ありがとうございました。いやー、もう本当武器が楽しみっすね、マキシマ。もう言うてる間に来るんかな。いつもなんか最近早いっすよね。なんか2日後とか3日後ぐらいに来てるんで、今月もそれぐらいに来て、その後はもう4周年イベントに入っていくんですかね。その前にでもマキシマの衣装も欲しいから、それが終わった後に4周年イベント来るんかなっていう感じですけど、まあ今月はバタバタしますよね、この KOF。 やっぱマキシマ育ててる間に4周年イベントも来るし、その後にいよいよね、周年キャラの発表されると思うので、まあ 95% 再起と思ってるんですけどまあほぼほぼ再起でしょうね。再起が来ると思うので、まあ、僕もそれに備えて今から蓄えていかなあかんですね。そのためにもやっぱ武器ガチャでまず神引きをしないと、結構ダイヤ的にもしんどいので、まあ、2、3日後ね、僕の神を見せるので、そちらの動画もね、よかったらまた見てください。では、今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。